ロシアのラブロフ外相との電話会談で岸田大臣は北朝鮮の核実験について従来とは異なるレベルの脅威であり断じて容因できないと述べましたこれに対しラブロフ外相は地域や国際社会に対する深刻な脅威として断固非難すると応じましたその上で2人は新たな安保理決議の採択など引き続き日露で連携していくことで一致しました。また これに先立って行われたフランスのエロー外相との電話会談ではエロー外相が核実験は決して容認できないというのがフランスの断固たる立場だと述べ日仏も協力して対応していくことで一致しました。